こんにちは。宮野弘隆です。今週の傾向ですけども、今週の傾向というよりも、ここ1年の傾向で、毎回ヘルプスウイルスの話が出てきますけども、人、うん、ヘルプスウイルス6、これは一般の医学界の方ではほとんど何もわからない。どんなに悪くなって,ても全然わからないっていうような状態で、例外としてドイツの方でいよいよ、 そのマースヒロ症候群といって、細胞の中のミトコンドリアが破壊されるということが分かってっていう、そういう一部の人たちが分かってきて発表しても、それがなかなか世界に広まらないという状態ですけども、日本はその中で多分世界で一番悪い状態にあるだろうという状態なんですね。で去年の7月、12月、1月、6月、今年の7月と、えっと24年前にちょっと流行ったのが、 慢性疲労症候群と当時は知らないので、自律神経失調症という名前が付きました。で、10年間ぐらいは、それを盛んに言ってましたけども、そのうち、うん、実は慢性疲労症候群ですから、どんどん悪くなる。悪くなると、いわゆる万世洋症候群の特徴としては、症状がなくなるというのが特徴なもので、症状が消えていったので、自律神経失調症という言葉も消えました。えー、ところが、この1年間の間に5回も、 最初にやったのはこんなもんだと。もっとものすごい流行ったものが5回も流行ったという状態で、えー、患者さんは非常に悪い状態と。やはりみんなどんどん症状がなくなるという状態だったんですけども、えっ、ー、と、7月に流行ったまず、このヘルペスウイルスの大増殖ですね。それによって起きてきた後遺症。6月の時には耳、ここのところが固まってきたと。耳っていうのはこの穴があって、この中に 耳がありますけど、この側頭骨が固まってきたという状態だったんですけども、7月のヘルプスウイルスの後遺症は、側頭骨じゃなくて、全部の頭がみんな固まってきてしまった。こういう状態なんですね。それはどういうことかというと、ヘルプスウイルスというのは、ひどい症状は起こさないんですね。弱っているところで増殖して、弱い炎症を起こして固まる。この固まるっていうのは、いわゆる老化現象なんですね。 働かなくなくるという状態が弱いところで元気なところなんですが弱いところで増殖してこの組織が固まってある老化現象が促進されるそうすると脳脊液が入りにくくなる結果として頭の中に脳脊髄がたまって脳が圧迫されて脳の機能が低下すると精神の機能も低下するし自律神経の機能が低下して生命力が落ちる。 こうういう現象がこの1年で極端に進んでしまったとでその結果がとうとう具体的に現れ始めて頭が固まって熱が出てくる人頭が大きくなって固まっちゃうとです、ね、自律神経が圧迫されますから<っ>熱のコントロールがうまくできなくて熱が出るんですそうするとお医者さんに行って何を検査しても喉が腫れてるわけでもなければ気管支炎を起こしてるわけでもなくてそれでいて熱が出ると。 いう状態なので、見つけようがないとで。そのも元が分かんないという状態の発熱というのが、今週はうっと増えてきたと。でそれで、えーと、うちの来る患者さん、今日土曜日ですけども、今日の患者さん、約3分の1が、この頭が固まってしまっていると。ですから、他の治療じゃなくて、元気をつけて脳脊髄液の流れを、これ、たくさん作ってよくして、で、詰まってきたところを治す。その詰まってきたところが、 全員、この頭。全員じゃないですよ。三分の1ぐらいの人は頭。で、治しても頭。というのは、末端のところで詰まって、炎症を起こして、詰まって、末端全体が全部ダメなんですね。そこで流れなくて頭が大きくなる。頭が大きくなったことによって頭が、頭蓋骨がパンパンになる。このパンパンになるってことは、そこに栄養が来なくなりますから、そこでヘルプスウイルスが増殖して、炎症を起こして硬くなる。 もう一度言いますけど、ヘルペースーズの炎症っていうのは痛くも痒くもなんともない。熱も出るわけじゃない。ですけれども、生体の悪さが重なって、頭が固くなって、大きくなって固まってしまった。でそうすると、大きくなってっていうのは水がいっぱい詰まっちゃってる格好になりますから、自律神経も精神も全部ダメ。こういう状態が、いよいよ、治しても治してもなかなか治んない。いう状態のところに、いよいよ来てしまった。 ですから来週以降、ですね、これがどのようにさらに悪くなるのか、悪くなれば朝が起きたくない、会社行きたくないという中にですね、朝が起きられないという患者さんがいよいよ今まで以上に、今までも,もうポチポチ出てきましたけれども、今まで以上にもっとどんどん増えてしまうだろう、いわゆる本格的な慢性疲労症候群の状態がもう一気に増えそうな状態のところまで来ています。 くれぐれもう皆さんも、その、症状がないという場合に、慢性路症候群の症状は、朝が起きたくない、会社にあまり来たくない、やる気が出ない、活気が出てこない。これが最大の症状ですから、一番悪い症状で、その状態から起こってくるお年寄りは、がんそれからアルツハイマーになってくる。若い人はまだ急にがんや、アルツハイマーには、急にはなりません。だけど、 この状態ですから、大脳が十分に働かない。忘れっぽい。やることにし、考えがうまくまとまらない。こういうような状態。やる気が出ない。こういうような状態から、その状態が3年、5年、10年、20年と経つに従って、その年齢層によってはアルツハイマー、癌になっていくんだ。ですから、なるべく早い時期に、早ければ早いほど言うわけです。早い時期に治療を始めなければいけない。で自分でできる一番いいのは手上げ、かかと上げ。 もっといいのが濃呼吸枕。これ以外、例えば普通のマッサージをしたりとか、お風呂にゆっくり入ったりとか、それからジョギングをしたりとか、とある血液の流れが一時,一時的にたくさん良くなるような、こういうものというのは全て体がその後疲労します。そのことによって、まず疲労症候群はエスカルー的に悪くなるので、この辺をよく注意をしてください。ただ元気な人はわからないと思います。 えっと、運動すればあ、なんか調子がいい。まあ、そういった人たちは逆にそんなに心配ないんですよね、逆に言えばで。それができない人。ちょっとジョギングやったらもう翌日からもうダメだこらっていうような人が、えー、うんと負けてしまう可能性がある人ですから。えっ、ー、と、それを負けてくるのを待ってるんじゃなくて、早いうちから治療することをお勧めします。YouTube の質問が入ってますので、お答えします。手上げ法を始めてから、いびきがなくなったのですが、何か関係があるのでしょうか これはもちろん大荒れですね。手上げというのは寝ている時に左手を前からこのように上げてって耳につくような状態で15秒止めておく。これが外から上たるんですね。まっすぐでも効果出ません。内側から上げていくる。ここをいつも引っ張りますけど。これが上に上がるっていうのは筋膜。体を包んでいるこの袋ですね。これが引っ張られる。そういう状態を作って後頭部が 前側は上が上がりますけど、後ろ側は下へ下がりますので、左側の後頭部が下へ下がって、頭がこのように広がって大きくなっているもので、それが横から見ればこうなっているわけですね。それをここを引っ張るわけです。ここを引っ張ってこのような、いわゆる正常な状態に近づける。それと、生まれつきこのようなねじれがあります。生まれつきこのようなねじれが。このねじれもここを引っ張ることによって、 これを正常化する。そうすると、この状態でヘルプスウルで固まっているものが、柔らかい力で引っ張られると、骨も柔らかくなるんですね。元来骨というのは、頭蓋骨というのは、2秒で膨らんで2秒で縮む。膨らんだら縮んだりしている。いわゆる、こういう硬いものではないと。こういう柔らかいものなんだ。ただ、中に脳みそがあって、水がいっぱい詰まってますから、押したら硬く感じますけども、 こういう硬さ、叩いてみればわかりますね。これを叩いて自分の頭を叩けば、あ、頭の方が柔らかいってわかります。頭っていうのは膨らんだり縮んだりするんだ。ですから、その柔軟性を回復させるで。そうすると、脳呼吸。2秒で頭が膨らみ、縮み、膨らみ、縮み。こういったことを繰り返すようになります。そうすると、末端の脳すぎ液の流れが良くなる。で特に、 えっと、いびきというのは何が、から起きるかというと、これは肝臓の弱い人。肝臓が生まれつき。お酒を飲むと肝臓が悪くなるって言いますけども、お酒を飲むよりも肝臓が悪いっていうのは生まれつき悪いんですね。だから生まれつき悪い人はお酒飲めません。だからお酒飲まないっていう人は一番肝臓が悪い人だと思ってください。でそういう肝臓の悪い人はいびきを書くんです。目が赤くなったり涙目になったりもします。 ですから、いびきというのは肝臓障害なんですけども、このヘルペスウイルスによって当然より悪くなってます。それから暑さとか、今暑いですね。そういう暑さとか、風が流行,る流行とか、そういうものでも肝臓は弱ります。その時には余計にいびきをかくとか、なしは無呼吸になる。これもやっぱり肝臓障害なんですねで。そういうような状態。それを手上げ、左手を上げて15秒止めて、下ろして15秒。そうすると、 この状態を改善して15秒。で、また元の状態に戻って15秒。改善して15秒。これを繰り返して、可動性をつける。柔軟性をつける。そのことによって、この悪い状態をいくらかでもこの状態にする。ということができるわけです。体全体の免疫力、生命力、いわゆる治る力が上がりますので、肝臓の状態が良くなると、なったことによって、いびきが改善してきた。こういうことになるわけですね。 もう無呼吸っていうのは、いびきよりもっと悪い状態になります。えっと、いびきをかいて、ピタッと止まっちゃう。で、しばらく無呼吸が続いてという状態になる。この状態っていうのは肝臓はかなり重症のものがありますから、このいびきをも、かえていてる人、手上げはいいことで、えー、さらにいいのは、脳呼吸枕ですけれども、さらにいいのは治療を受けて、えー、っと、その先天的に弱い、老化している肝臓を若返らせる。その辺のところまで考えるといいんじゃないでしょうか。 下腹が出,て出始めて気になっている。おへその下あたりを押すと痛いのですが、どんな問題がありますでしょうかとまずお腹が出始めてきたということはですね、単純に太ってきたというものもあるし、お腹の方が余計に太ってきた。若干違うんですけど、どちらにしてもこれは免疫力、生命力、いわゆる生きていく力、治る力が弱ってきている。 いう状態によって太りというのは起こるんですね。だから食べ過ぎると太る。食べ過ぎというのは非常に体に負担がかかります。えー、疲労が増幅し、老化が進む。これが食べ過ぎなんですねで。食べなくても太る体質、いわゆる免疫力が弱いと太るんですね。で特に下腹が出てくるという場合には、えっと、肝臓で。肝臓の状態が悪いとお腹の 血液と。消化器系の血液というものは、えっと、消化器に栄養と酸素を与えるんですけども、えっと、静脈の方に今度は小腸などで栄養を持ってそれを心臓に行って全身に配るというようなことをする。これが消化器なんですけども、その消化器系の血液ですね。静脈血。これを全部肝臓を通して、で、それから心臓に回る。ですから肝臓の 働きが悪いと、肝臓で、うっ血を起こす。流れが悪くなるんですね。そうすると、触覚系から肝臓に行く。その、うん、循環器系と、消化器、全体に、血液のうっが起こります。そうすると、下っ腹が出てくる。という、こういう現象が起きるわけですね。で、おへその下あたりを押すと痛い。おへその下でも同じでお腹を押すと痛みを感じるというときには、 お腹が張ってるんですね。お腹が張ってると、押されると痛いという状態が起こります。で、お腹が張るときはどういう状態になっているかというと、間違いなく、このように脳石髄の流れがいい状態じゃなく流れの状態が悪い状態。このようになると、体全体も膨らみます。頭だけじゃなくて、お腹全体、体全体も膨らみます。いわゆる張るんです。張ってるところを押すと痛い。でこれが、押すと痛いんだ。 いう状態なんですね。下腹がっていうのは、これは特に、門脈系って言って、えー、と肝臓系から来る血液の流れの問題。まあ、どちらにしても、この流れ、門脈系の流れじゃなくて、体液の流れですね。いつも言うように、この血液の流れだけじゃなくても、体液の流れを全体的に良くするのは、脳呼吸を盛んにしなきゃいけないという状態で、この前にお話しした、えー、と手上げ、かかと上げ、 こういったことによって体液の流れが改善します。脳呼吸をまくて改善します。でも根本的に治していく場合には、やはり治療を早く受けるということが、どんどん悪くなってから受けるよりも早く受けることをお勧めします。今日もう一つ入ってるのは夏バテについて。夏バテという言葉は、まあ、ちょうど今ぐらいの時期になるとよく言われる言葉ですね。えっ、ー、と、土用の牛の日っていうのがありますけど、土用の牛の日にうなぎを食べると。 こういう習慣があります。なぜ土曜のうちの日土曜いうのはまず何なのかっていうと、夏と秋の境目。えー、だから立秋っていうのはこれから来ます。この立秋になる前、えっ、ー、と、夏から立秋のこの、その終わり、夏と秋の終わりのところに土曜と呼ばれる、そういう期間が設けてあるんですね。で、 ま、これ5行、あの、漢方の方の考えでは5行の考え方が入ってくるんですけまあ、めんどくさいことは抜きにしておきましょう。土曜波だっていうのもやはりそうですね。夏の終わり頃になると波が大きくなる。これも土曜波って言いますけども。いわゆる夏の暑さによって体が弱ってくるという状態なんですけども。うなぎなぜいいのかというと、えっ、ー、と、非常に栄養価が高い。脂肪分もタンパク質も含まれていて。で、ビタミン B が入っている。 そうすると,、えっと、その消化吸収もいいというものなんですね。ですけども、これ、夏バテしちゃった人にうなぎはね、もうなかなかちょっと食べられない。夏バテした人は、そうめんでもスルするとするっちゃうようなもんじゃないと、口に入らないっていうのが夏バテなんですけども。夏バテにもいろいろ種類がありましてですね、えっと、元来夏っていうのは暑いんで、その暑さに耐えられなくなって不調を起こす。 不調というのは何なのかというと、自律神経ですね。この自律神経の機能が低下することによって、体の調節がうまくいかなくなると。熱いというのは、一つの刺激ですけれども、ストレスなんですね。このストレスによって、えー、自律神経の機能が、一般的には乱されるって言い方をしますけど乱さ、乱されるんじゃなくて、低下するんです。自律神経の、いわゆるバランスが来るのではなくて、 機能が低下する。えっと、その状態から体のコントロールがうまくいかない。えー、そうすると、暑いと腎臓に負担がかかりますから、腎臓で炎症が起こる。炎症が起こるっても、強い炎症ではない。ごく弱い炎症。熱が出るほどじゃない弱い炎症が起こってくる。いやそうすると、非常にだるい。腰も痛いと。足が抜けるような感じがする。こういう症状が起きてくる。だるさがしたい。 これが夏バテの一番本体なんですけども、免疫力が低下するためにですね、肝臓の弱い人の場合には、肝臓の機能として、肝臓機能が低下すると非常に食欲が落ちます。物の味がわからなくなる。だから美味しさがわからなくなる。それと脂っこいもの、消化がうまくできなくなるから、受け付けなくなる。ですから物が食べらんなくなる。ですからさっぱりしたものをすすってしまうというような状態。これが一つの夏バテなんですね。 ですけど、最近の夏バテっていうのは、ちょっと幾分違ってきているというのはですね、クーラーの発達。20年以上前っていうと、クーラーっていうのは悪者ですね。未だにまだ悪者にされている部分ってありますけども、20年以上前だと、クーラーっていうのはクーラー病だ、なんていうような、クーラー病っていう名前があるぐらい、クーラーは体に悪いというのは常識みたいになってたんですけど、クーラーほど体にいいものはありません。今でも、 クーラーっていうのは一晩中つけて寝ちゃダメだよ。これ消しちゃダメなんです。一晩中つけとくのがクーラーで。えー、っと、起きてる時も一日中クーラー。これを使うべきなんですね。できたら表歩く時もクーラー担いでいきたようなんですね。クーラーの中にずっといると表行った時に暑い。だからクーラーってのは良くない。じゃなくて、暑い時はもう耐えるしかないわけですから。 耐えてなるべく早く帰ってきて、クーラーの部屋に入って体を休めるというように考えないと、未だにクーラーを使っていると体が冷え切っちゃうからダメだと。クーラーで寒いと思ったら、例えば起きている時、頭がこの感じるものと体が感じるものも違います。今この部屋が23.5度か24度ぐらいです。で、この部屋でこの半袖でじっとしてたら寒くなります。 体の温度というのはもうちょっと高い方がいい。ですけれども、頭というのはもうちょっと低い方がいい。22度から24度。このぐらいな状態なんですねで。我々は頭使ってやる商売ですから、その温度。作業がしやすい温度。で、頭がちゃんと働く温度にしとくっていうのが、これが理想です。ですから、睡眠取るときはもちろんですけども、睡眠取らないで仕事の場合でも、 頭が働かないと仕事になりませんから。24度以下にする。場合によっては22度ぐらいにする。22度だとかなり寒いです。でもし寒いと感じたら着るんです。この上に体が起きるとか、足が冷たかったらズボン2枚履くとか、今あんまりもも桃式って聞かないですからね、ジャージみたいなものを2枚履くとかですね、あったかくして頭の温度を何しろ大事24度にしとくということが絶対的に大事です。 それから出たり入ったりっていう場合、えっ、ー、と、クーラーのところ、寒いところと暑いところ出たり入ったり、これもやはり自律神経に負担がかかります。ですから、その自律神経に負担がかかった場合、じゃあ、暑いところ出入りしないわけにいかない。じゃあ、クーラーのなるべく差を減らすために温度を上げたらいいか。そういうバカなことを言ってたんじゃダメなんですね。24度から絶対にそれよりか上に上げたらダメなんです。 何としても24度以下にして、体の方に負担をかけない場合には、洋服で着るものでコントロールしてください。そうすると、夏バテをしないで頭がしっかり働いて、胃腸障害も起こさないで、美味しいものがいっぱい食べられるということですね。